皆さんこんにちは、ピチです。今日は8月1日ということで、8月やってまいりました。8月の手帳のセットアップをやっていきたいと思います。今回は公開収録という形に挑戦してみています。はい、で普段といつもと違う撮り方をしてるので、ちょっとね見にくい部分ももしかしたらあるかもしれないんですけれども、徐々に回数とか重ねて、もし良さそうであれば今後もね、なんか続けたりとかしていきたいなと思っておりますので、温かく見守って、くださると嬉しいです。はい、では早速やっていきたいと思います。今回もここのですね、ココアブラウンに入っている月末にやりたいことリストを見ながら、進めていきたいと思います。まず一番初めにハイライト、ほぼ日手帳ですねのハイライトと体調記録の振り返りっていうところをやっていきたいと思います。7月のほぼ日事情なんですけど、ちょっとサボってます。サボり気味です。1ヶ月間ほとんど白紙っていうわけじゃないんですけど、全部埋まってるっていうような状態では今月はないです。はい、なのでね、ちょっとそこはね、また8月頑張っていきたいなと思っております。でハイライトの部分なんですけど、ここにですね、あらかじめ書いてみました。でちょうどこの手持ちのシールの中にパリのエッフェル塔のシールがあったので、ちょうどねパリオリンピック始まったということでね、貼ってみました。はい、でこんな感じでハイライトは書き終わったということで、次は体調記録ですね。体調記録はここですね。はい、このマンスリーページを使って記録しています。でこれもちょっとね、余白の部分があるので、振り返りをね、一言二言書きたいと思います。でこの体調記録なんですけど、7月の後半あたりからこのなんだっけ、パスポートサイズ、トラベラーズノートのパスポートサイズのウィークリーリフィルを使ってるんですけど、このここのページがあるじゃんっていうことに気づきまして、でここにこれ普段持ち歩き手帳にしてるので、ちょっと体調悪くなったなとか、ちょっとなんか頭痛してきたなとかっていう時にここにメモするようにして、で転記するっていうような形をとってもいいかなと思って、ここもねメモ代わりなんですけど、ここがっつり記録するっていうよりかはただのメモなんですけど、活用していけたらいいかなと思っております。はい、ということで、振り返り終わりました。でちょっとこれ大丈夫かな、いやまだなんかテカってんな、ちょっとじゃあ置いときましょうか、このままで、ほぼ日手帳の今振り返り終わったので、次はピュアライフダイアリーの今月の振り返りと、あ先月になるのか、もう7月の振り返りと8月の目標設定みたいなところをねやっていきたいと思います。この振り返りなんですけど、実はもうちょっとね前もってやっています。こんな感じでやりました。でこの書いている時の様子はショート動画の方で1分弱ですけどまとめてますので、どんな雰囲気でやってたのかなとかね、気になってくださる方はぜひショート動画の方も見てくださると嬉しいです。はい、で8月はここですね、埋めていきましょう。今月の感性のテーマっていうところなんですけど、なんだっけ、今年の夏やりたいことリストっていうのをここに挟んでいて、で 1,2,3,4,5,6,7,8 個今年やりたいことを書き出してみました。
で今のところだいぶチェックつけれてるんですよ。でつけれてないところがジブリの映画作品を見るっていうのと、あとは図書館で手帳タイムするっていうところができてないので、ここを完成の、完成テーマというかにしようかなと思っています。今月の完成テーマはジブリの映画作品を見て、映画作品を見て癒される、癒されるで、この私ジブリの絵がすごく好きで、あの色合いとかお話自体も好きなんですけど、いつもはお話を楽しむためにジブリを見てるって感じなんですけど、絵を描くことも好きになったので、ちょっとねその色合いとか今までとはこう違った視点で見たりできたらいいなと思っています。なので、色合いとか、あとなんて言うんだ、構図って言えばいいのかな、構図にも注目して、視聴したいですね。視聴をすると、で図書館で手帳タイムするなので、図書館で好きな本に囲まれながら手帳をタイムする。でここではあの調べ物をしつつ、情報を書き写したい と思います。はい。で、ピュアライフピンは映画視聴でしょ？映画視聴。映画鑑賞。夏にあの映画館にもちょっと行けたらいいななんて思ってるんですけど、映画館に行けたら最高。それから読書を楽しむ。それから楽しく、動画作り、ライブ配信をする。はい。で、手放すことは面倒くさがる気持ちを手放したいと思います。これはあの7月にその心の不調と、まあ、体調とってちょっとガタガタしこう崩れちゃった時に、なんかもうご飯の準備するのがめんどくさいとか、ましてや自分のことだけだし、なんか結構自分のことをおざなりに粗末に扱っちゃったりとかしたんですよね。で本当にそういうの良くないなって反省した7月だったので、あのそのめんどくさがる、自分に対してめんどくさがる気持ちっていうのを8月は手放して、自分のことを大切に、過ごしていけたらいいなと思っています。自分に対しての、はい、こんな感じで埋め終わりました。でちょこっとだけレポをやろうかなと思います。
こんな感じでデコが出来上がりました。はい、次はミニロクのリフィル入れ替えっていうとこですね。ミニロクのリフィル入れ替えはそこまでなくってよ、このキーワードのマンスリーフリーマンスリーブロックっていうリフィルをちょっと1枚入れようと思います。これは抜いたりとかせずにこのまま、何月からかな、 3月からずっと食事記録、夜ご飯だけなんですけどを取っていて、で7月サボったのでまた8月復活させたいなと思っています。でこれを入れますね。で8月の、今日木曜日1日、1,2,3,4、はい、であともう一個入れ替えがここですね。歳時期です。でこの歳時期、7月私セットアップ動画撮ってなくて、7月のこれかけてないんですよ、歳時期ページなので、今日は7月の歳時期ページと8月の歳時期ページを作っていきたいと思います。挟むのは、この手帳に挟むのは8月の歳時期ページだけになっちゃうんですけど、一応ね7月のもまた来年使えるように書いておこうかなと思います。じゃあ調べ物に入ります。まずは7月の歳時期は踏み月、踏み月7月、暮らし、まず暮らしからですね。暮らし、お中元初中見舞い、そうだ、中元初中見舞い、いるかな、いいか、あと熱中症対策とか紫外線対策とかね、帰省の準備とか夏バテ対策とか書いてありますね。あとあれだ、お祭り、お祭り、あとはうなぎ、土用の日、間違えちゃった、土用の日、はい、んで、花、もうちょい書くか、あと2段もありますもんね。夏バテ対策、よいしょ、海水浴、花火、紫外線対策、夏休みの計画、で花、あーめっちゃありますね。アジサイ、クチナシ、キキョウ、ヒマワリ、ベゴニア、スイレン、トルコギキョウ、ゼニアオイ、ホウセンカ、アサガオ、ダリア、サルスベリ、キョウチクトウ、シロツメクサ、ノウゼンカズラだそうです。シロツメクサって7月もなんですね。春のイメージがありましたけど、7月の花としてシロツメクサもあるんだ。アジサイ、
口なし気境をひまわりベゴニア水蓮トルコトルコギキョウ、ゼニアオイ、ホウセンカ、アサガオ、ダリア、1234123、あともう一行、サルスベリ。え、サルスベリって木じゃなかったでしたっけ？え、これ木じゃなくて他にもあるのかな？京ウチクトウ、京ウチクトウ、白爪草、爪草、ノウゼンカズラ、ノウゼンカズラと。はい、たくさんありました。次、野菜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 、アスパラガス、アスパラ、先に、なんだ、野菜の名前だけバーッと書いてっちゃいます。きゅうり、トマト、冬瓜、あーもう冬瓜の季節だ、トウモロコシ、ピーマン、オクラ、オクラ、ナス、マッシュルーム、マッシュルーム、サヤエンドウ、ミョウガ、枝豆、ニンニク、ズッキーニ。はい、いつも名前、野菜の名前とこの効能を書いてるんですけど、この先月と被ったところは丸写しして、わからないものは調べていきたいと思います。作用により細胞を若く保つ、脳卒中、心疾患っていうのかな、がんの予防など体に欠かせない栄養素が豊富であるんだそうです。細胞を若く保つ、心疾患、脳卒中、がん予防。なるほど。マッシュルームはどうでしょうか。皮膚や粘膜の健康維持。皮膚や粘膜、粘膜の健康を維持。はい、次、サヤエンドウ、老化やがんの抑制だそうです。老化、がんの抑制、
うーん、強い味方ですね。次、みょうが胃液の分泌を促し食欲を増進させる作用があります。あと夏のエアコンによる冷えやむくみの改善に役立ちますだそうです。私ちょっと最近胃が荒れたりしてたのでちょっとみょうが取ってみようかな。胃液の分泌を促す、あと食欲増進、はい。次、枝豆です。枝豆、新陳代謝を促し疲労からくるスタミナ不足の解消や夏バテに効果だそうです。あと悪性貧血の予防効果はありますとか書いてありますね。動脈硬化や高血圧の予防にも効果がありますだそうです。すごい、枝豆、そんなあんなちっこいのにそんな力を持っているなんてすごいな、かっこいいな。何を抜き取ろうかな。スタミナ不足、夏バテ防止、高血圧に、高血圧を抑えると。はい、次、ニンニク、血行促進、血液サラサラ、これもまたね、高血圧抑えてくれるんだそうです。次、ズッキーニ、お、最高、コラーゲンの生成を促進しシミやシワを防ぎ美肌効果が期待できます。わー、嬉しいシミシワ、の予防、あと美肌、最高。次はお野菜終わりましたので魚介に行きます。アジ、カツオ、アナゴ、イサキ、ハモ、マス、アユ、ちょっとスーパーで手に入りやすそうなお魚だけここに書いていきます。あとウナギ、スズキ、クロダイ、ヒラマサだそうです。ちょっと一緒に果物も下に書いちゃいます。果物がスイカ、プラムと。じゃあこれも先ほどと同様重なる部分は写していきます。はい、じゃあアナゴ、ウナギ、スズキ、プラムを調べていきます。うなぎ、あ、その前にアナゴ、体力向上、代謝促進、すごいな。あ、タンパク質か、なるほどね。
促進、あと疲労回復、はい、次うなぎ、なんか今年は土用の丑の日が2回あるんだそうですね。なんかちょっとラッキーな気持ちになりませんか。頭痛やうなぎは、すごい、なんかこんな効果あるんだ。頭痛や冷え性を改善、症の改善効果があると。あと頭良くなる栄養素として有名な DHA も豊富に含まれてるんだそうです。でこの DHA はがんとか心臓病、高血圧、糖尿病、脳卒中、動脈硬化の予防と改善にも効果があると言われていますだそうですよ。すご。鈴木ですね、次。鈴木さん、粘膜を、丈夫にする、あと糖質、脂質の代謝にいいのかな。はい、最後プラムですね。プラム、腸内環境を整えてくれて、老廃物の排泄を促進、糖尿病や動脈硬化の予防が期待できますだそうです。はい、7月の歳時期書き終わりました。次ですね、8月をいきます。葉月、そうそう、これ書いときたかったんですよね。なんかいつからいつまでが暑中見舞いで、いつからいつまでが残暑見舞いみたいな、それをメモしときたかったんですよ。暑中見舞いが、8月の6日までで、残暑見舞いが、8月の7日から末、8月末まで、はい。あとは、あれですね、お墓参りとか、お盆とかですね、お墓参り、盆踊り、まああとは先ほど7月と同様に紫外線対策、海水浴、花火大会、夏バテ対策とかですねって書いてありますね。あと台風の備え、そろそろ台風ね、怖いな、来るのかな、やっぱ今年も。はい、では8月のお花に行きます。花は、
ひまわり、ひまわり、月見そう、サルスベリ、サルベリになっちゃった。サル、スベリ、朝顔、百日草、山ゆり、銭葵、インドウ、白爪草、ノウゼンカズラ、じゃあお野菜いきます。野菜はトマト、ゴーヤ、オクラ、とうがん、かぼちゃ、とうもろこし、枝豆、ナスですね。ちょっと魚介も一緒にいっちゃいます。魚介がアジ、クルマエビ、イサキ、アワビ、シタビラメ、スズキ、イワシ、タチウオで、果物がスイカ、桃、イチジクと。よし、じゃあここもまたかぶったところを移していきます。調べていきますか。トマト、美肌、風邪予防、美肌効果や風邪予防に、役立つビタミン C、 老化を抑制するビタミン E、 塩分の排出を助けるカリウム、腸内環境を整える食物繊維などバランスよく含んでいます、ということは美肌効果、風邪予防を、夏風邪とかね、引きたくないですよね。あと老化防止かな、あと腸内環境を、脂肪燃焼効果が期待できます。はい、最高です。なんかこれ食べれば痩せるとかっていうわけではないですけどね。そんなゴーヤを食べてれば何キロも痩せるとかいうわけじゃないんでしょうけど、その手助けをしてくれるっていうあれなので、まあ、心強いですよね、効果と。はい、で、クルマエビ、皮膚や粘膜の成長と、機能維持、疲労回復、皮膚や血管の老化を防いでくれる働き。すごい。てかなんか今日はあれですね、皮膚や粘膜
なんかワードで結構出てきますね。粘膜の成長と機能維持。はい。でも確かにあれですね。なんかこう目のなんていうんですか、粘膜っていうかこのまぶたとか目描いた時とかにばい菌入っちゃってとかでこう腫れちゃうとか、この夏バテというか夏の暑さで免疫力が落ちちゃってるタイミング、疲れが溜まっちゃって、でそういうところからこう目を痛めたりとか、なんか鼻とかね、粘膜、そうですよね、うん、なんかそういったトラブル回避のためにも、こう体疲れてるからこそこういう食材、車エビとか皮膚のね、この粘膜とかにいいやつを食べて予防するみたいなのもいいですよね。そういう食事作りというか生かしていきたいですね。失格じゃない、せっかく調べてるから、なんかせっかくだったら日常に生かしていきたいですよね。イワシ、血中コレステロールや中性脂肪を減らす、血中コレステロール、中性脂肪減らすと、それからなんか髪や肌の健康を保ったり口内の予防にも役立つんだそうですよ。生活習慣病の予防にも効果があるんだそうです。イワシもすごいですね。次がタチウオ、よし、美肌効果。動脈硬化の予防、コレステロールの低減、コレステロールの低減と、はい。あとは桃は糖尿病等の予防効果、高血圧予防、整腸作用、老化防止、血中コレステロール値低下などの効果も期待できますだそうです。糖尿病予防、糖尿病等の予防、あとは整腸作用を、最後イチジクです。便通を整えて便秘を予防する働きが期待できます。はい、便通を整える、便秘予防を書けました。こんな感じでね、埋まりました。じゃあこれを挟んでいきましょう。で、私の記憶に間違いがなければ、去年9月あたりからこれ始めた気がするんですよ、この歳時記ページ作り。なので後でちょっと保管ファイルの中身見てみなきゃわからないんですけど、もしかしたらもうこれ今月で1年分の12枚こう書き終えれたかもしれないです。なんかそろそろもう終わりが近いかったと思うんですよね。9月ぐらいからやってたような気がするんですけど、記憶違いかな。ちょっとね、よいしょ、調べてみようと思います。はい、こんな感じでね、8月の入れました。よし、
で一応今の歳時記ページ作りであらかた終わりですね。情報ページっていうのがあるんですけど、これはまあいつもあまり動画では書くことはなくて、まあ書いてる内容は図書館の情報、施設の情報、スーパー、よく行くスーパーの情報、よく行く商業施設の情報、カフェって言いましたっけちょっと忘れちゃいましたけど、の情報とかねっていうのを、書いています。あとはそうですね、ないと思うんですけど、うん、大丈夫かな。まあまたこう普段パラパラしてなんかこう書いておきたい情報があったらまた書き込んでいこうと思います。よし、はい、というわけで無事8月のセットアップが終わりました。皆さん8月のセットアップ進んでいますでしょうか。ぜひ手帳タイムのお供にしていただけていたら嬉しいなと思います。最後までご視聴してくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ピチでした。バイバーイ。